危機契約シャープ5、11月18日デイリー、8等級です。今日は指定契約も一緒に取れます。エリアを借りてきます。天人家は昇進2を借りるために入れていますので、プレイでは使用しません。さて、今日の指定契約は、敵の攻撃力が超アップです。痛そう。なので、いっそのこと、HP ダウンも入れて、なるべく食らわないようにしよう、という作戦です。当たらなければ、どうということはない。巨像の多大な HP を削るために、エリアのイラプションに頼ります。敵の攻撃力アップでも、クーリエならあんまり減ってない。それは序盤だけですね。途中、攻撃力のやべえ敵が出てくるので、その敵への対応は、しっかりやります。ふむふむ。巨像が早速出てきた。あれを倒せる体勢を、徐々に作っています。ちなみにここの前衛は、遠距離攻撃を受ける役ですので、周りのキャラよりも後に置きます。ふむ。さて、攻撃力がやたら高い敵、ですが、こいつが、その危険な敵です。バリア張ってる。はい、この砂鉄バリアも、術ダメージを与えないと消えなくて厄介です。で、こいつが来る前に、クーリエをクオーラに交代。巨像とまとめて、イラプションで倒しつつ、ハイビスカスのスキルを使って、クオーラが倒されないようにします。クオーラの HP やばかった。巨像は、エリアだけでは倒しきれないので、ヘイズのスキルを使いつつ、宴も置いて削ります。砂鉄バリア2体目が来てる。はい、2体目は、クオーラのスキルで耐えながら、白雪のスキルを使って倒します。スチュワードを置くのを忘れてましたね。これはもっと早く置いてて大丈夫です。次はバリア3体目。3体目は、ミッドナイトのスキルで術攻撃にして、ハイビスカスのスキルで回復量を上げます。要は、攻撃も回復も、スキルを交互に使う感じだね。その通りですね。次、クラッシャーが来ていますが、これは、白雪のスキルを使って、術攻撃にして倒します。攻撃力の上がったクラッシャーの攻撃なんて、受けていられません。歩いてきてる間に倒せちゃった。クラッシャーってこんなに弱かったっけ？危機契約のステージでは、敵のステータスが調整されて、弱くなっていることがあります。そうなんだ。4体目の砂鉄バリアが来てるので、クオーラのスキル。これは巨像とまとめて、イラプションで倒します。巨像はやっぱり倒しきれないので、さっきと同じように、ヘイズのスキルと、宴を置いて倒します。ただ、巨像に、この岩までは壊してほしいので、いいところで倒せそうなタイミングを見て、宴を置きます。岩壊れたね。クラベルで巨像を止めて、その間に倒します。なんでそこ開けたの？はい、今右下から出てきたマドロック。こいつは、倒さずに後ろに流したいです。なんだって？なので、マドロックの歩くルートを短くして、さっさと通り抜けてもらおう、という作戦です。ふむふむ。逆に、ボブオジはゆっくり来てほしいので、スチュワードを減速補助に置き換えています。さらにグラベルとかで足止めします。マドロックがもう目の前。クオーラを下げて通します。他の敵が抜けないように注意です。通り抜けたら、代わりにビーグルを配置して塞ぎます。で、ボブオジが来たらイラプション。これで敵を倒し切ったらクリアです。うん、ギリギリ。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。